皆さんおはようございます。今日は、11月18日、朝6時です。いやー本当にね天気悪いんですよ。もう風が強くて、後で海をお見せしますけど海が荒れてます。きっと今日もフェリーは欠航です。でもまだまだ冬はねこれからなんで、元気よく行ってまいりたいと思います。それでは。いやーもうここでこんだけ風も強くて前に進むのも大変です。それとね、見えてますね、白波がすごいですよ。いやーよいしょ、進むのがやっとっていうジョギングもちょっとやばいですね。はい、いやもう完全に風に煽られてます。はいはい、もう遠くに止まってしまいました。とうとう後ろ向きになるとなんか向こうに向かって戻り出したくらいの厳しいな。いやー厳しいなこれ。ご覧いただけてますか、このね、すごいですよ。こっち側から風が来てますからね。この位置は一番風が吹きつける場所だと思います。今日ね、これだけ波立ってるのに、フェリーは出るそうです。風も強いっていうのにね、早出しってやつです。いやーこれだときっとすごいこうひどい目に遭いそうですよ、体の方が。あれ今年は、いやー確かに遠くの方を見るとそこまで荒れてない感じもしなくもないですけどね、今日は。いやーすごいな。島の向こう側が結構今日穏やかですね。上まで上がってきて分かりました。はい、あこれは出ますね、確かにフェリーがね。さっきは出るんだすげえと思いましたけど、これなら出ますよ。はい、おお、こっちが風が強い、こっちは穏やかね、不思議です。はてさて、今日気になったニュースはですね、アメリカのアマゾンやら、日本にもあるような会社がですね、すごい時給を高くしているというのが気になりました。日本円にして1700円とか、アルバイトに2000円払うんですって、もうアメリカじゃ。いやー時給に差があるのは知ってましたけど、すごい差ですね。1700円とかに、2000円とか時給で何倍ですか日本の。
いやー、東京だったら、東京でも倍、北海道だったら倍以上ですよ。いやー、ちょっとさ、つきすぎちゃってますね。あと韓国と比べても時給でも負けてるし、年収でも負けちゃってるということで、うん、いやー、この差はね、一体どうすればね埋まるんだろうか。やっぱりあれですよ、政府がね温度を取ってね大胆に上げなきゃいけないんですよ。まずね、私がいつも思ってるのはね、この都道府県によって最低時給が違うっていう、これ変えた方がいいですよ。一律にすればいいんです。一律にすれば、ね、給料高いからっていう理由で心ならずも、都会に住んだりする必要なくなるわけですよ。今の若者は自分の地元がいいっていう人も増えてますから、それで地元に残る人が一人でも二人でも増えれば、まあ、地域の活性化にもなるわけで、都道府県によって時給が違うっていうのはもう今すぐやめた方がいいですね。うん。それにしてもね、日本はね、今学生もリモートで学校行ってる人が多くてバイトが集まらない。それから外国から呼んできた労働者も、まあコロナで入国制限で集まらないっていうことで、そういうアルバイト、単純労働をね、する人たちが足りないっていうことなんですけど、なんか来年の2月とか3月ぐらいには回復するだろうっていうのを見込んでるらしいんですけど、それも甘いよね。甘い甘い甘い。そこでコロナがまず収まってるっていうふうに、そういうふうに想定してるところがまず甘い。それからもう一つどうしようもなく甘いのが、そんなに時給の安いだ、アメリカの半分以下、韓国にも負けてるっていうところに出稼ぎの外国人労働者が来ると思ってるところがおめでたいよね。そして来たらね、ウィシュマ・サンダマリさんが名古屋の入管でね殺された事件でも分かるようにね、日本のね外国人労働者政策にね人権なんかないわけですよ。あともっとその日本の安い時給のさらに低い時給で外国人技能実習生を働かせてるわけですよね。国連からいくら奴隷労働だから改善せよって言われても、改善勧告が出ても無視するような政府なわけですよ。ウィシュマさんのビデオも出さないし、こんなのねどんどんね知られてますから、今インターネットの時代ですからね。それでも外国人の人が日本を目指してやってくるって考えてるのって、私が若い頃のバブルの時代の幻想に取り憑かれてるんじゃないですか、今の経営者の人たちは。一体、何を根拠に戻ってくるって思ってるんだろう。今日のニュースのあれだと、その一般の企業の人たちや、それからそこに、外国人労働者を紹介するコンサルタントみたいなことをやってる会社がそう予測してるっていうふうに、まあ、ニュースでは言ってましたけど、まあそのコンサルタントの会社なんて本当まさにブルシッドジョブですよね。あってもなくてもいい仕事だ、ね、そんなね、紹介している責任を果たさない、まあなんで果たさないかっていうと、先ほど言ったようないろいろな人権抑圧が日本の中で起きているっていうのに何の反省もなく、政府に提言するわけでもなく、そのままただただ、垂れ流し的に外国人の人たちを働かせている、その会社がそんな予測言ったって私はにわかには信じられないし、全然現実性ないと思うんですよね。正直言ってまあ無責任ですよ。そういう予測を出しただけで多分お金もらえるんでしょう。まさにブルシットジョブでしょう。本当に
クソどうでもいい仕事っていうふうにね、訳してるんですけど、今の現代社会にはそういった人の上前を跳ねるだけで本当はなくてもいい仕事や本当にどうでもいいような仕事、働いてる本人さえもこの仕事を誰かのためにも誰のためにもなってないし必要ねえよなって思うような仕事が蔓延してるっていうことで名付けられた言葉なんですけども、ブルシットジョブっていうのは、本当にねそういう仕事が増えてる。そしてその一方で絶対に必要なエッセンシャルワーカーの人たちの給料が安すぎる。特にね介護のね分野でね、まあ医療はもちろんなんですけど介護の分野での、給料がね安すぎるんですよ。そこにね人材もねお金もね投入できるようにね、やっぱり政府がね、政府しかできないですよ。そんなことは政府がお金を使うべきなんですよね。それをね非常に必要なことなんだなって、まあ、今日のその19のね、Amazon 2000円っていうニュースを見て思いました。Amazon だけじゃないんですって、日本にもあるようないろんな食べ物屋さんとかね、そういったところのアルバイトの時給がもうそんだけ高くなってるんですって。いや困ったもんだ。日本は後に続こうったって続けないな。こんな状況じゃ参議院選挙の時は、この間のね衆議院でした、衆議院の選挙の時はね、経済って言ってたのにね、選挙が終わった途端にね、憲法って言うことが変わっちゃったでしょ。もうね詐欺ですよあの人たちは。もうね本当に腹立たしい。そこはねもうずっと言い続けていきたいと思います。あの人たちはね詐欺ですよ詐欺ね。選挙が終わったらもうそれ以前に言ってたことを平気で忘れたり言うこと変えたりしても平気な人たちなんです。そういう人に投票してしまった人はあの人たちのその後の言動やね、まあ、全てやってることをチェックしましょう、ね、ほったらかしはダメですよ。これから私も見張っていきたいとこういうふうに思っています。それでは皆さんそろそろお別れの場所に差し掛かってまいりました。太陽も出てきてくれて暖かくなってきました。それではよいしょお別れしたいと思います。それでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら、ありがとうございます。もうすっかり葉っぱが落ちてますね。